の夢追い人は株式会社清水の社長清水雄二さんです。こちらは金型や樹脂型など鋳物製品の製造に使われる型作りを手掛ける企業、3代目の若き社長が清水さんです。型というのは鋳物製品ができる全ての始まりの原点のものなので、そこで時間を取ると後がどんどん遅れていってしまうので、その客先要望にきちんと応えていくということを重点置いています。簡単なものばかりやっていれば簡単に他社に仕事取られてしまいますので、なるべく難しいことも挑戦はしていきたいです。先々代が起業して本当に手仕事の仕事だったんですけれど、それを先代がいち早く 3D の CAD CAM ソフトとマシンニングセンターを導入したんですよ。その時周りには木型屋さんがそんなものを入れてどうするんだって笑われたそうなんですけれど、でも結果いち早くその最新技術を取り入れたことによって今こうして企業として生き残っているんですよ。型作りに威力を発揮する 3D スキャナーに加え、清水さんが大きな可能性を感じいち早く導入したのが 3D プリンターです。 3D プリンターも技術が発達して値段も下がってくると思うんですよ。その時にはもうライバル会社も当然導入するだろうし、でその時にじゃあ我が社もじゃあ多分遅いと思うんですよね。かつてグラフィックデザインをしていたという異色の経歴を持つ清水さん、今もその仕事を引き受けることがあります。なるべく視野を広げるためにもグラフィックデザインのことも続けていけば全く新しいものの見方ができるんじゃないかと思います。ゆくゆくはその自社ブランド製品を作るというのが夢です。自分たちで物を作るっていうことで物を販売するっていうことになれば、またうちの強みがかなり広がるので、また将来はぜひそういうこともチャレンジしてみたいです。私たちは明日を切り開く中小企業の皆様をサポートし、信州を明るく元気にすることを目指します。新時代の経営者たちがキラ星のごとく輝く、そんな未来を夢見ています。長野県信用保証協会です。